はじめまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって、ちょっと照れくさいけれどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて、どんな時もあなたの言葉声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ。辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れる。